2022年3月16日第27回 YY ニュースズーム会議室をこれから開催したいと思います。私は司会をしています大津慶衣です。それから今日は今のところ参加者山崎康彦さんが、参加されております。ですね、現在さんは連絡ありました？はい、高久さん、高久さんは特に連絡入ってないので、今日のあとから参加する。多分参加されると思いますけど、今までの感じだと、はい、毎回ご連絡返事が来てるわけではないので。ですね、ウクライナ情勢がいよいよ結構逼迫してきております。それからコロナはまん延防止処置を、今度解除するということで展開していっておりまして、少しずつ発生数は今日は全国で5万781名、東京が1万221名、大阪死者はどのぐらいですか？死者の数ちょっと今数字ではちょっと書いてないんですけど、増えてはそれほどないと思いますが、確認すいません、人数確認は大阪が5700名、北海道が1900名、福岡2400名といった。 いいですよ、各地方は。い、全体的に少しは減ってきてるけれども急激な変化はないと。それからオミクロン株から新しい株の方にだんだん増えていってるのではないかというのもありますが、春休みという、時期的なものもあって今回全国的に今までのは廃止するということで、舵を切ったという感じですね。それではここのところのウクライナ情勢につきましては、少しいろいろな話をした後に展開していきたいと思いますが、非常に厳しい状況になっているということをまず申し上げたいと思います。それでは活動レポートということでは、別にないです。ないですか。私の方は、はい、そうですね、 Facebook など通じていろんなやり取りはありますけれどもね、なるべく情報共有をしていきたいと思っております。じゃあウクライナ情勢に関連して山崎さんのお話からお願いしてよろしいですか？はいはい。ウクライナのプーチンのためのウクライナ侵略戦争が2月の24日から開始されて今日で20日なんですよね。それで人道的な危機が迫っているということで、特にマリウポリというウクライナの東南部の港町なんですね。そうですね、黒海に面して、黒海に面してて、でここが小麦とか農産物の海外輸出の大拠点なんですね。でここを制圧すると黒海へのルートを、ロシア軍が制圧するということで、今完全に包囲されて、30万人の一般市民が飢餓状態になっていると。水もないと、食料もないと、医療費もないと。そして本来であったら人道回廊として、一般市民を無事にですね、脱出させるということで、停戦合意の時に、何回もロシア側が承認してたんですけど、結局はその都度、砲撃になったりして、ほとんど脱出できないと。そして今日ですかね、600台のバスで、おそらく3000人ぐらいがようやく脱出できて、次の600台で第2陣が脱出するという状況になってるらしいんですけど、でも残りがですね、閉じ込められて飢餓状態になっている人たちが30万人いるんですよね。そして、たかだか
200台、600台のバスで、2回やったとしても6000人ですよね。でほとんどの一般市民が大変な状況に追い込まれ、そして、まあ、今日の CNN の情報だと、これ見えますかね。あれ全然ダメだね。そうですね、写真は全然映んない。もしやりするんだったらちょっとギャラリーに戻してみます。これで、あ、これですね。これでもう少し前に、はい、そうですね、かなり大きく映ってます。はい、これがマリウポリの市内で、マリウポリですね。はい、で真ん中に立ってる建物が病院なんですよね。で病院がロケット弾かあるいは砲撃で、大きく穴が開いてると、はい、いうことで、その周りの建物住宅がほぼ爆撃で破壊されてるという状況ですよね。はい、これが CNN のドローンによる画像ですね。でもう一枚、これが市街地なんですけど、まあ、中央で、建物が燃えてるということで、はい、周りの建物を含めて、ほとんどもう瓦礫状態、砲撃にさらされてるという、うん、こういう状況の中で30万人が地下シェルター等々で、水もない、食料もない、医療品もないという悲惨な状況の中で、怯えながらですね、救出を待っているというまさにジェノサイドですよね。大量無差別攻撃の犠牲者が、この、マリウポリの町で、出現していると。でこういう危機的な状況の中で、はい、NATO は、直接介入はしないと。武器は送るけど、NATO 軍が直接ロシア軍と戦闘状態になると第三次世界大戦になるということで、ウクライナ側が求めている禁止飛行区域の設定もしないと、うん、いうことで突き放しちゃってるんですね。で、バイデンは、来週ですかね、そうですね、ヨーロッパに行って、NATO の会議と EU の会議に出席する、はい、出席するということなんですけど、うん、今まさに飛行禁止区域を設定して必要であれば NATO 軍が直接介入すると、そしてこの30万人の大虐殺を未然に防ぐということを彼らがしないとどうなるかということはもう明白なんですよね。砲撃で死ぬか、水食料がなくて飢え死にするか、どっちかですよね。そしてまあ人道回廊が設定されたとしても砲撃にさらされて、その中で命を落とす人もたくさん出てくるということで、要するにプーチンは勝つためには何でもありというとんでもないやつなんですよね。だからそのとんでもないだけに、その後そのウクライナから世界に拡大してしまうことに対する方策っていうのが、はい、いやだからかつて歴史上はその、まあ、前も言いましたけど、ヒトラーの1939年の9月1日にヨーロッパ侵攻したと。その前にですね、彼は周到に準備周到にして、要するに欧米、特にイギリスとフランスですよね、
が自分たちがラインラントというライン川の北西部の非軍事地域に指定されたところに、ナチスはわざと軍隊を入れたんですよね。1936年の2月に。で、それはイギリスとフランスの出方を見てたわけですよね。そして結局イギリスとフランスはそれを阻止するために軍隊を動かすことを一切やらなかったということで、彼は閉めたということで、1936年の2月ですから、そして1936年のその年の7月に、オリンピックを開催したんですよね。ベルリン国際オリンピック。それによって、ナチスの偉大さを国威発揚の舞台として演出したわけですよね。そして1938年かな、チェコに、今回のウクライナのようにチェコの西側にですね、ドイツ国民が移住した、地域があるんですよね。で、そこの自国民を保護するという名目でチェコに進軍してチェコを併合しちゃったんですね。で、その時もドイツとイギリスは、イギリスとフランスは口先だけでは非難したけど、実際にそれを阻止するという軍事的な実力行使はしなかったんですね。これ、ドレスデンかな、チェコの併合したところですよね。そして、オーストラリアを併合し、そして1939年の9月1日にポーランドに侵攻したと、うん、こういうことで、結局一番最初のさっき言いましたようにラインラントの時にフランス軍を中心にして、ナチスの軍事侵攻を阻止する軍事行動を取ればですね、その時、ヒットラー自身が言ってたようにその夜は眠れなかったと。万一フランス軍が阻止に動いてたら、我々は過ごすこと退散せざるを得なかったと。それほどいわゆる軍事的には貧弱だったんですよね。でも幸いにもフランス軍は一切動かなかったということで、大いに安堵したというふうに後日言ってるほどなんですね。で、もしもその時にフランス軍、イギリス軍が動いて、ラインラントへのナチス軍の侵攻を軍事的に阻止してれば、ヒットラーは失脚してただろうと言われてるんですね。で、まあ、今回のプーチンのウクライナ侵略戦争を起こしたそのいわゆる成功体験が 彼にはあるわけですよ。それは何かというと、2014年にクリミア半島を併合したんですね、軍事侵攻して。で、その時にも NATO は一切動かなかったということで、ロシア軍は一人の兵士の血も流さないでクリミア半島を併合したという大成功体験が彼にはあるわけですよ。まあ、その後この8年間その東部地方の独立をめぐってロシア系住民とウクライナの現在の政権との間でかなり1万4千人ぐらいの死者が出るような、そういう戦争状態にあったっていうふうに理解しておりますけど。そうですよね。だからその東部ウクライナにロシア語を話す
ロシア、親ロシア系の住民が多数存在しているということの歴史的背景は何かというと、多くのロシアからの移住者は、スターリン時代にですね、スターリンがクリミア、ウクライナを併合した、ソ連邦に組み込んだことに対して反対したウクライナ人を数万人単位で殺し、そしてシベリアに移住させたんですね。で、その隙間を埋めるために意図的にロシアの移住者をクリミア、ウクライナ東部に移住させたという経緯があるんですよね。それとクリミア半島にはもともと原住民としてクリミア・タタール人という人がいたんですよね。で、スターリンはクリミア・タタール人を100万人規模でシベリアに移住させ、その空間を、その隙をですね、ロシア語、ロシア住民で埋めていくということで、ウクライナ人のそのクリミア、タタール人の100万人の移住含めて1000万人ぐらいのウクライナ人がスターリンの粛清にあって犠牲になっていると言われてるんですよね。うん、だそういう歴史的な背景の中で東部のクリミア、東部のウクライナには、フランス語はロシア語を話す、親ロシア系の住民が多数存在し、そして、ロシア政府の軍事的な援助を受けて、独立運動を盛んにして、それを弾圧するためにウクライナ政府が特にネオナチを使ってですね、かなり残虐な弾圧もしてたということで、結局1万4千人ぐらいの人たちがこの間、殺されていくという状況だと思うんですよね。アゾフなんだっけ、旅団とかなんとかいうグループな、アゾフちょっと覚えてないんですけど、アゾフ旅団だったかなんか、そういうグループがあるみたいですね。極右の国家主義でしょ、うん、あるみたいです。あるんですよね、うん、いわゆるなぜか、なぜかあのウクライナには親ナチの極右武装組織が乱立してるという歴史的な背景があるんですよね。その源流っていうのはよくわかんないんですけど、でそれを利用して、アメリカ政府、オバマ政権の時に、うん、彼らに資金援助し、武器援助して、対ロシアに対する武装抵抗運動を組織したのがアメリカですよ。うん、アメリカ国務省の国務次官法というタイトルで、女性がアメリカ連邦議会で、うん、アメリカの援助でウクライナには生物科学研究所が存在したんだということで、うん、議会証言したという女性がいましたよね、うんうん、彼女はその当時オバマ政権の時に同じ米国務省の、うんうん、国務次官法の立場で、うん、クリミア半島、ウクライナ担当で、うん、極右ナチ武装グループに資金援助、武器援助を担当してた張本人なんですよね、うん、それが再びバイデン政権で返り咲いてるとこういうことなんですよね。うん、なんて言いましたかね、彼女。いや、ちょっと、
5つカタカナで、サが一番上についたとかって、なんかすいません、名前はちょっと今、彼女はもともと国務省の報道官だったんですよ。なぜか大出世しちゃったんですよね。現在のウクライナ政府の内閣の中に、アメリカ人が2、3名入ってるっていうのはちょっと聞いたことがありますけど、まあ、とにかく非常にアメリカと深い関係のある状態で、ゼレンスキー政権が存在してるってことは事実なんですね。いや、ゼレンスキーの前のポロシェンコっていうのがまさに親米ですよ。腐敗した親米でポロシェンコっていうのがいたんですよね。で、その後ゼレンスキーが大統領選挙で、比較的民主的な大統領選挙で当選して登場したのが、ゼレンスキーですから、当然ながら、まあ、アメリカとかEU、NATO との関連が強いということで、それに対してプーチンは面白くないというふうにずっと思ってたわけですよね。プーチンは戦争を始めた時に、プーチンのその画像が私テレビで流れてきて、ちょっと写真撮った日本語の翻訳の字が あるんですけども、ウクライナ軍に対して皆さんたちの皆さんたちのまあ内閣っていうかトップを持ちなさいというような呼びかけをしてましたね。だからプーチンです。だから最初はとにかくゼレンスキー政権を引き下ろして親ロ派の政権交代をして、それを数日のうちにやってしまおうと目論んで最初は進行したんじゃないかというふうに感じてますがね。まあ、それはうまくいってないと。ということで、まあ、大変な状況の中で、30万人の一般市民の命がここ1週間、まあ、そうですね、3週間、まあ、水がなければ1週間ですね。で、なんか雪を溶かして飲んでるとかね。あ、そういう話も悲惨な状態なんですよね。聞きましたね。それで完全包囲されてるから食料も搬入できないと、うん、なんとかその食料搬入を認めさせるようなそういうところがなんとかならないかっていうあたりが、その今回あれ国際赤十字っていうのが登場しないよね。なんか全然動きがないですよね。全然ないですよね。これほどの人道危機の中で、国際赤十字が中立的な立場で、それがなんか今なくなっちゃってるんですかね。医療品等々を搬入するということで、ボランティアの搬入はあってるけども、そのボランティア自体がその、ま、マリウポリだけじゃないんでしょうけど、結構襲われて殺害されてるというような、それはちょっと、まあ、私は BBC と CNN が主に聞いてるので、どちらかというと なぜ国際赤十字がほとんど存在、一言も聞かないですね。存在感が全然ないじゃないですか今回。全くないですね。一言も聞いてないですね。わかんないです。不思議だよね。なんか30年とか40年ぐらい前には存在したしっかりとしたある程度の国際組織がなんかきちんと動いてない感じで、傭兵とかそういった人たちのなんかお金をどこから出してるかわかんないような、そういう私的集団がもぞもぞして動いてるような感じで、で、それロシアのプーチンはその自分たちのところの軍隊をこれ以上予備役を招集したり、そういう募集をしてっていうのはないって最初言ってたのが、今度シリアの傭兵の人たちに声をかけて、シリア戦線で雇ってた人たちを、シリアとかチェチェンの、ね、傭兵を大量に今投入してんだけど、それでも足んなくて、本土から
いわゆる今回は17万とか20万人を動員してるんですけど、残りの兵隊をですね、新規にウクライナに投入するというふうに今動いてるんですよね。だから兵隊って別に、逆に言えばロシア軍の損失が甚大だということなんですね。いや、たまたまちょっとツイッターで、その大元わかんないから、ツイッター言ってる人がどこでそれを拾ったのかわかんないんですけど、プーチンのその会議で、いずれはロシアが勝つけども、そのためにはすごいその10万人ぐらいの兵士が死ななきゃダメだっていうことを言ったら、そのことに対しては答えないで、で問題点はって聞いたとかっていうのがちょっとあったんで、その大元をちょっと知りたいと思ったんですけど、わからないまんまなんですけど、そんな具体的な話なんていうのは出てくるはずないですよね。出てこないじゃないですか。10万人死んでも死ぬ覚悟でやれとか、なんかプーチンが言ったとか言わないとかっていうさ、それはガセネタです。そういうガセネタにさ、いちいち引っかかるっていうのがおかしいんだよね。いや、元がないからわからないってことで。だから元がない情報っていうのは取り上げる必要ないんですよ。とにかくプーチンが一人のその兵隊がですね、演習だと思って、若いまだ訓練期間に入ったばっかしの兵士を随分投入してるみたいなんですけど、ちゃんとしたその戦争の参加、どこに行って何をするかっていうことがわからないまんまに来てて、何の大義名分もないわけでしょ。殺人をする、だからしかもそのロシア、ウクライナの兵士とそれからロシアの兵士のいわゆる士気の高さの違いっていうのはもう歴然としてますよね。そうですね。それでだから勝ってんですよ。だからキエフへの大攻勢を寸前のところで止めてんですよね。今日はキエフでポルトガルとどこでしたっけね、モルドバと3カ国の首相が集まって、そしてポーランドとチェコ、それぞれそれぞれ列車で入って、で会議をやりましたね。でキエフは35時間誰も外に出るなということで、厳戒態勢になっていますね。3国の首相がのトップが3人が揃って列車でポーランドから長時間かけてわざわざ戦乱の真っ最中のキエフに、連帯の意思を表明するために危険を冒してですね、3国の首脳が会いに来たと、これはすごいことですよね。それと同時に今日キエフの市長がローマ法王に、祈りに来てくれというような、その、まあいいですね、要請を出したというニュースは BBC で聞きましたね。そうだよ。だからそれと今かなり SNS で拡散されてますけど、ロシアの NHK 第1チャンネルの9時の報道番組の途中に、その国営テレビナンバー 1チャンネルの編集ディレクターのエリーナさんという、はい、マリーナさんかという女性が乱入して、戦争反対と、このプロパガンダに騙されてはいけないよと、ここは嘘を言ってんですよというプラカードを掲げて、登場したんですよね。で彼女はその後自分で、自撮りした、映像ビデオを YouTube にアップしたということで、警察に拘留されて14時間連続2日間寝ることもできない尋問にあって、ようやく釈放されたということなんですね。それで彼女は
いわゆるそのテレビニュース番組の途中で、うん、あこの人ですね。そうですね、はい、はい、で彼女はいわゆる YouTube で、反戦の意思を表明したということで、最初の罪に問われて裁判所で3万ルーブル3万3000円今 0.8 円ぐらいですから2万4000円の罰金を受けたと、こういうことで、でも彼女のいわゆる番組の最中に乱入して反戦を訴えたというもともとのこの件に関しては本格的な予備捜査が開始され、最悪の場合は懲役15年、はい、罰金150万ルーブルに課せられる危険性があるということですよね。彼女の声明ちょっと読ませていただいていいですか。ウクライナで起こっていることは犯罪です。ロシアは侵略者であり、責任はウラジミール・プーチンという一人にあります。私の父はウクライナ人であり、私の母はロシア人であり、彼らは決して敵ではありませんでした。今私が身につけているネックレスは、ロシアがこのフラトリサイド戦争、これは兄弟で殺し合う戦争のことを言う言葉らしいんですが、直ちに終わらせる必要があること、そして私たちの兄弟国がまた和解するかもしれないことの象徴です。残念ながら私は最近チャンネル1で働き、クレムリンの宣伝を広めました。今ではそれは非常に恥ずかしく思っています。私がテレビで嘘をついたことを恥ずかしく思い、ロシア人の洗脳を強化したことを恥じました。これがすべて始まった2014年に私たちは沈黙しました。クレムリンがナワルニ、現在服役中ですけど、毒殺しようとしたとき、私たちは抗議に出かけませんでした。私たちはちょっと今読みづらい状態、ちょっと待ってね。私たちは沈黙しました。私たちは単にこの反人間体制を黙って観察しました。そして今全世界から私たちから背を向けています。全世界が。この兄弟殺しにあたるその戦争ですね。私たちは思慮深く賢いロシア人はこの狂気を止める唯一の力を持っています。抗議に出かけなさい。恐れてはいけません。彼らは私たち全員を刑務所に入れることはできません。以上です。今まで、ロシア全国で60か70の都市で、戦争反対のデモが起こって、1万5000人ぐらいが逮捕されてるんですよね。はい。で、大体2週間ぐらい拘留されて出てくるということで、うん、もしも警官にその場で、暴力を振るったり、抵抗したりすると刑務所に送られると、懲役2年とか3年なんですよね。そして、今回の新しい処罰法で、ロシア軍の行動に関して、虚偽の報道をした個人組織は最長15年、最大3万ルーブルの罰金を科すというとんでもない法律が国会で成立したということで、まさにプーチンはですね、まあ、日本の自民党以上に全ての権力を独裁化してるんですよね。独占してると。だから彼は行政権力、大統領ですから行政権力、そして軍のトップ、そして KGB 出身ですから警察、保安関係を
掌握して、そして彼の党ですね、ロシアの家っていうのかな、それがロシア連邦議会の3分の2以上の議席を取って、ほぼ彼の議会独裁状況が続いていると。で、裁判所も彼が支配するということで、ですから憲法、ロシア憲法があるんですけど、表現の自由とかですね、あるいは三権分立、あるいは個人の自由と基本的人権の尊重とか等々の、いわゆる、近代的民主的な憲法理念を掲げたソ連憲法というのがあるんですけど、全然機能しない。日本と同じですよね。機能してないですよ、ね、うん、だからここ2、300年 の、 その近代国家っていうのは、フランス革命以来、その表向きにはとてもいい制度を整えていても、実際にはそれがしっかりと機能を していないことが、まあ、非常に多いという中で、たくさんの紛争を得てきてますし、特に最近は独裁者的になっている、そういう国家 の、 そのリーダーが多いですよね。それで、まあ、ソ連自体含めて、あるいはその前のロマノフ王朝を含めて、いわゆる権力者を神様のように崇めるという風潮が日本人にもあるんですけど、ロシア正教の影響がすごい強いというふうに言われてますよね。要するにロシア、プーチンはロシア正教をも自分の方に、引き寄せて、プーチンを神様のような存在に仕立て上げるということに成功したんですよね。そしてメディアを 100% 支配し、プロパガンダを、他の情報を入れさせないと、 SNS を全て遮断し、そして SNS で真実を知った市民が反戦の行動に移った場合は根こそぎ逮捕すると。 5歳の子供も逮捕するんですね。だから90歳のおばあさんも逮捕するということで、もう完全に見境なくですね、少しでも反抗的な態度を取ると。そして広場で白紙の紙を掲げた婦人をも逮捕してるんですね、うん、何も書いてないんですよ、うん、反戦の意思も何もしてない、ただ白い紙を掲げてるだけで逮捕されるという、もう完全にもう土地狂った団体制を取っちゃった。だから30年前にそのゴルバチョフのペレストロイカという解放政策で独立していったソ連の国々が NATO に参加したみたいにですね、 NATO もそれからあとソ連の旧体制も新しい時代、この30年進んでこなきゃいけないのに、旧体前とした形でのその残って、相変わらず前と同じようなその拡大をですね目論んでいる精神が未だに残っているのを、今回の出来事を通じて大きな目標ではありますけども、本当の意味での民主的な社会を目指すっていうことを人々の心でその進んでいくということを改めて、いつも山崎さんおっしゃってるその人間の尊厳を、まあそういう世界的な人権っていうか憲法というか、みんなのその守らなければいけないその権力者を縛る上位概念が今少しこう、そういう意味では独裁者をその縛るということができない状況で、今非常に危険な状態になってますから、それを超えていくのがそれぞれの国の憲法というよりも地球全体で私たちが生き残っていくために
絶対に必要な最低限のことっていうのを考えていかなきゃいけないと思うんですね。いや、今、大津さんが言ったね、いわゆる NATO の東方政策が、間違ってて、それをプーチンを怒らせたんだと。で、今回のウクライナ侵略戦争の根本原因は、NATO の東方政策を強引にやった結果なんだという論調が一方でありますよね。あります。でも、これは間違ってるんですよ。これは先週も言ったように、例 の, 元の朝日新聞の伊藤千尋さんという国際ジャーナリストが記事を書いてて、送っていただきました。バルト三国が NATO に加盟したのは何かと。彼らは NATO の東方政策によって、しぶしぶ NATO に加盟したんじゃなくて、バルト三国の歴史的な背景の中で、第二次世界大戦によってその前にですね、ナチスに侵略され併合され、その後1942年にスターリンソ連に侵略されと、大国の2国に軍事侵略されて、お互いがドイツナチス軍とソ連軍に編入されて、同国人同士が戦うような悲惨な目にあったということで、ソ連邦がこう解体してようやくバルト三国が独立国になって、それでもロシアが存在するということで、隣国の大国であるロシアから自らの独立を守るためにはEU に入り、NATO に入らざるを得なかったという主張だってじゃないですか。僕はそれが正しいんですよね。だから、元のウクライナの、在ウクライナ駐日大使のマブチとかなんかいうバカな外交官が盛んにですね、ミンスク条約、要するに2014年にクリミア半島併合の後停戦して、ウクライナとロシアが、ベラルーシのミンスクで調印した、合意事項に、ウクライナのゼレンスキーが、それを破ったからプーチンが侵攻したんだと。いうバカなこと言ってるやつがいるんですけど、そうじゃないんですよ。小国の悲哀、小国が隣国の軍事大国に常に侵略され支配され、そして隷属されてきたという歴史的な経緯の中で、小国は NATO に入って自らの独立を守らざるを得なかったと、いう経緯がその伊藤千尋さんの文書で分かるわけでしょ。だからさっき言った大津さんが言ったように、NATO の東方政策、強引な東方政策によって、プーチンを追い詰めたから今回の、いや私はそこまでは言ってないですよ。だからそういうふうな意味合いですよ、そういうふうに捉えると。NATO の東方政策が誤ったんだと。プーチンも悪いけど、NATO の東方政策も悪いんだと。どっちもどっちだっていうような議論になっちゃうんですよね。そうじゃないんですよ。私が申し上げたかったのは、東西対立があった時代にできたものじゃない、今は何もないことを話してますから。そういった新しい時代の方向性っていうのを見ていかないと、まあ、今は戦争状態で東西対立がなくなったとしても、大国ロシアとから隣国のバルト三国とかウクライナとか、あるいはフィンランドかスウェーデンとかいうものが歴史的な経緯の中で侵略された経緯があるわけでしょ。そうです。フィンランドは
やはり戦った経験がありますよね。スウェーデンも侵略されたんですよ、ソ連に。ただ NATO には2つは入ってなかったんですね。いやだから NATO に入るとソ連ロシアを刺激するということで中立政策を取ってたわけですよね。そうです。でも今回のウクライナ侵略戦争を仕掛けられたということを見て、中立政策をやめて NATO に加盟するという世論が 50% 以上になったと。NATO は一箇所叩かれれば総反撃しなきゃいけないので全面戦争に当然第5条ですよね、なりますよね。だからまあ今ちょっとここで私はこのこと議論できる立場でもないので、とにかく現在はプーチンのロシアが昔のソ連のその時代を拡大の頭の中に多分入れてると思うんで、だからゼレンスキーのおじいちゃんはソ連の一兵士としてナチスの戦争に参加して戦った人だし、プーチンのお兄さんはレニングラードの攻防でソ連兵のその兵士としてかなくて亡くなっているという、みんなそういう過去を持ってるわけだから、やっぱりこの際もプーチンになんとか失脚していただかないと。日本とそれから韓国とか北朝鮮の関係で軍事大国経済大国な帝国主義国家になった戦前の日本が隣国の小国である朝鮮を侵略したという構図ですよね。全く同じですよね。だから韓国朝鮮っていうのは日本と日本の前は中国に侵略されてたわけでしょ。だから本当強大な大国と隣り合わせている小国、大国と小国の関係というのはものすごい重圧、小国の住民にとっては重圧になっているということですよね。実際に滅ぼされてしまって、そして昔クダラでしたっけ、新羅に滅ぼされて日本に逃げてきた人たちが宮崎に到達してるんですけど、その中の人たちが結局その後大和王朝を築いた可能性かなり高いですからね。あんまり関係ないじゃないですか今の話とは。いや大国と小国、いやだから大国に押されてさらにその、いやだって新羅と百済とそれから何だっけ3つ分裂してたわけでしょ。そうです、小国の中で。本来だったら強大な隣国の中国に対抗するのは3つ分裂するんじゃなくて1つの統一国家として対中国に向き合うということが必要だったんですよね、本来であればね。いやものすごい策略をやってますね。何を、新羅が百済の人たちを追い出すときにはかなり同じ民族同士でもすごいひどいもんですよね。まあ昔はもうそうやって日本の国内だって殺し合ってたんですからね。いやだからちょっと話が話ずれず、すいません。僕が言いたいのは、いわゆる強大な経済力、軍事力を持った大国がいて、その隣にどうしようもない、身動きできない状態で、ずっといざるを得ない小国、うん、その悲哀ですよね。うん、そのことがいわゆる戦争のあるいは侵略
戦争による侵略戦争にの結果領土を奪われると、生活が奪われると、命が奪われると、奴隷化されるという結果になるわけですよ。だから経済大国が軍事大国化して、そして侵略戦争を仕掛けるということ自体を禁止する国際条約を作んなくちゃいけないんですよね。だから国際条約というか、要するに独裁者が自分の国を我が物として、あの軍隊とか勝手に一人一人の人間の重さを考えずに動いてしまうような構造にならないようにしていかなければ。それは各国の憲法の中に独裁者が権力を独占するようなことを一切禁止するような資格、仕組み、条項を各国の憲法の中に組み込まなきゃいけないんですよね。あとは抵抗権ですよね。それと国民の抵抗権を認めると、うん、でそれだけでは不十分なんで、国際条約として軍事大国、経済大国が経済小国、軍事小国をの主権を奪う侵略戦争は一切これを禁止するということを国際憲法みたいなね、そうです、国際市民憲法みたいなものを作って、でそれに違反した国に対しては国連ですよね、国連がだから総会によって最高の議決機関というのが国連の総会なんですから、総会の3分の2以上の賛成によって、いわゆる侵略戦争阻止の軍事行動を起こすと、国連軍を編成してそれを阻止するというところまで持っていかないといけないんですよね。国連軍の構想はあると思うんですけどね。だ今の国連軍っていうのは安保理事会で、常任国が拒否権持ってる5カ国が合意しない限り国連軍っていうのは編成できないんですよね。だからソ連とそのロシアと中国の2カ国は非常に、だから3対2で必ず割れるんですよ、うん、だから結局アメリカ主導のアフガニスタン侵略戦争とかイラク侵略戦争に対しては国連軍が編成できないんで、うん、有志連合ということで、うん、NATO 軍と NATO 軍が主体のとなって、うん、侵略戦争を彼らは開始したでしょう、うんうん、でそれはいわゆる五大国、核大国五大国が拒否権を持っている国連の安保理事会の決定、あるいは決定ができないという状況の中でしか出てこない方策なんで、そうじゃなくて本来の国連総会が最高議決機関である以上、そこの3分の2以上の賛成があった場合は国連を編成して侵略戦争を直ちにやめさせるための軍事行動を取れるというふうにすべきでしょうね、うん、で今回のロシアによるウクライナ侵略戦争に対して141の国が非難決議に賛成して、反対したのは5カ国なんですね。だけですからね。で、棄権したのは中国含めて35カ国ということで、全部で192カ国かな。ある国連の3分の2以上になってるんですよ。141カ国っていうのは。はるかに超えてますね。本来であれば、国連の非難決議、そして、うん、プーチン政権によるウクライナ侵略戦争を阻止するための国連軍の編成をするということであれば、
国連軍編成して、NATO 軍じゃなくて、うん、国連軍、その方が、まあ、それができれば、阻止すべきですね。いうふうになるのが、よりいい状態ですよね。うん、そうですね。まあ、それはもうはっきり今の、あの、まとめの言葉として、ここに記録させていただいてますのでね。だから、まあ、繰り返しますけど、うん、経済大国、まあ、中国なんかもそうですけど、うん、経済大国イコール軍事大国イコール核大国というものが、うんうん、軍事小国、経済小国、非核小国を、うん、一方的に侵略主権を破壊するための侵略戦争を仕掛けるということは国際憲法上禁止にすると、そしてその禁止を破った国に対しては国連総会の3分の2以上の賛成によって国連軍を編成して国連軍がその侵略戦争を阻止するために軍事行動を起こすと、こういうことじゃないですかね。そうですね。そしてそういうことを破ったそのトップは辞職しなければ、失脚しなければならないというような、結局軍事力じゃなくてもそれだけのね、阻止行動をすれば当然ながら、うん、敗北するわけでしょ。そうするとその国のの中で、失脚せざるを得ないということですよね。うん、まあ、今回のね、ウクライナの状況を映像的に見てますと、やはり日本が空襲を散々受けて原子爆弾を落とされて、そして降伏になったその1945年昭和20年の経過みたいなものが脳裏に浮かびますね。あれでも結局そうですよね。米軍によって1944年3月10日に一夜にして東京の下町の空襲で10万人が殺されると。そして、1944年の12月から1945年の、まあ、敗戦直前まで日本全国 100カ所以上の都市が絨弾爆撃で100万人ぐらいが殺されてるんですよね。うん、これはもう完全にジェノサイドじゃないですか。そうです。しかも広島と長崎に世界初の原爆が2発も投下され、広島で14万、いや広島はね20、まあ、直接亡くなった方はそうでもないけど最終的には20数万人ですよね。長崎が、だからこれはまさにジェノサイドですよね。あ、もちろんそうです。だからこのジェノサイドを犯したルーズベルトをはじめとするその当時の米国の支配階級に対しては一切戦争犯罪が個人責任含めて追及されないんですか。むしろ戦争を終わらせた英雄になってるわけです。日本のその支配層、日本人はだから米軍のよる支配、そして天皇およびその日本の支配勢力による、まあ戦後のまた日本会議とかですね、支配という二重構造のもとに、まあ、抑圧されてるわけですよね。それと、まあ、今日のメインテーマで取り上げようと思っていることのもう一つは、これ沖縄タイムズの非常にいい記事だと思うんですけど、ポーランドに現在住んでいる沖縄出身の、日本の男性と、それから婚約者、ポーランド人の婚約者、この2人が、意を決してですね、ウクライナ人の避難民を自宅で、世話をするということを決意して、実際に、2家族、5人かな、を自宅に、住まわせてるんですね。うん、そして、まあ、この若い2人、
特に日本人の男性がポーランドで生活していくっていうのは、まあ、言葉の問題とか等々があって、今年の4月からなんかポーランドの会社に就職、彼はするらしいんですけど、うんうん、ですから経済的にもそれほど若い2人ですから、うん、避難民を自宅で、うん、世話を見るということっていうのは経済的にも非常に、うん、大変なことなんですけど、うん、でも彼が迷ってる迷ってるところに、うん、ポーランド人の婚約者の方が、うん、避難民を受けましょうよと、うん、世話しましょうよって言ってくれたんで、うん、彼は、うん、できたんですね、うん、それで彼はサイトを立ち上げて、うん、寄付なんかも、うんうん、募集して今40万円ぐらいが集まってると、うん、でこの記事はすごいいい記事なんですよね。この2人も、うん、杉並からの情報発信ですと、それから応援団の方に投稿をお願いします、ぜひ、うん、で、要するにこの記事の中で書いてあるのは、そのポーランド人の婚約者がなぜね、経済的に苦しい中でもウクライナの難民を、うん、自分たちで世話しようと言った背景っていうのは、うん、ポーランドがまさに、ナチスとそれからソ連に侵略されてるんですね、うん、それで同じような避難民として散々苦労してきたという自国の歴史があったからこそ、うんうん、今ウクライナっていうのは他人事じゃないと、うん、自分たちそのものの問題です、問題なんだということで、うんうん、ポーランドは160万人引き受けてるんですよね、うん、もう目いっぱいなんですよ。最初100万人まではなんとかなるって言ってたのを、もうはるかに越して200万人越してるでしょ。260万人ぐらいになってるんじゃないですか。それがほとんどポーランドに行くんですよね。でポーランドからドイツに行ったり、他の国に行ったりするということで、うん、第一の、避難場所としてポーランドがみんな集中しちゃうということで、なぜポーランド人はウクライナ人をもろ手を挙げて、歓迎するのかっていうのは、その過去の歴史から来るんですよね。でドイツも全員引き受けるって言ってるんですね、うん、だからポーランドに入ってドイツに行く人もたくさんいるんですよね、うん、だからモルトバとか、うん、それからどこでしたっけ、ルーマニアか、モルドバの隣がルーマニアだ、ルーマニア、モルトバ、それから、うん、ポーランドと、この3カ国が西側の、うん、出口なんですよね、うん、それで面白いのは日本からイギリス島国、うんうん、で避難民を、うん、公式には受け入れますと、うん、そうですね、ちょっとこれは今日の、これは違う、これは隣国のあれがないじゃないですか、ないですね、今日のマリウポリっていうのが、マリウポリはここです。ですね、マリウポリ、そうです。国会がここ。もう完全に包囲状態と。はい。はい。それで、今、島国の日本、ビザ発給してるのが8人とか言ってますね。いや、もうちょっと、今日の段階では49名ぐらいですね。49名?ええ、今のところは、この前8名でしたけど、今日のニュースでは49名で、おそらくポーランドの大使館に書き込むと1日でビザが発給されるらしいですね、でもたった49名、いやだから49名ですね、ただ
今のところ日本に来た人がそれだけみたいなんですけど、知人とか友人とか親戚とかの範囲で今のところ受け入れてるけど、それ以外にも受け入れるって言ってるのと、3ヶ月間のビザから1年間の就労ビザみたいなものに変更は可能だっていうところまでで、まあ、はるかに 全然状況が違います160け万ど。人と49で、イギリスはね、イギリスも公式にはなあの避難民を受け入れますって言ってるんですけど、ビザの発給条件が厳しくて、今のところ3000人ですって。3000人で、ですごい批判されてるんですよ、イギリ家ス。族350ポンドですか？なんか、その要家する族でに、引き避受ける難民と、を受け入れた家族。ところに対しては1ヶ月350ポンド、約4万5千円を政府から支給しますと、援助としてね。だからまだ日本よりはいいんですよね。日本は何も言ってないじゃないですか。経済的な支援っていうのは言ってないでしょ。まだ何もないです。だからこれはもう、市民がね、やっぱりいろいろ提案していって、政府に働きかけるしかないですね。向こうから出て、自民党の政権から出てこないですから。だからここで面白かったのは、その島国として共通の日本とイギリスの島国根性っていうかね、ビザ受け入れを表では言ってるけど、実際はビザの発給の条件を撤廃したり、ポーランドなんかビザなんかないわけでしょ、みんな。ビザなしでどん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 160万人来るわけでしょ。とんでもないことですけどね、いや、だから、私そたちがの考ヨーロッえれパば。大陸で、ソ連とかナチスに軍事侵略されて、大変な目に遭った国の国民の教訓と、それから島国として、そのような、侵略に遭ってなくて、表口先だけでは皆さん受け入れますよと言ってても、実際には、ほとんど動かないという島国、イギリス、日本。で、日本は最悪ですよね。だから今の状況がそんなところなので、そこからその、それでもミャンマーの人たちに対する対応から見たら、ウクライナについては、まあ、もうちょっと待遇がいいという状況でそうすなんよだよね。ね。だから、もっと言えばシリアとかイラクとかアフガニスタンとか、あの辺の難民の人たちっていうのはものすごい数になってるわけでしょ。で、それに対して今回のウクライナの難民の受け入れと同じような対応は取ってなかったんですよね。ほとんど対応してなかったでしょ。あ、すいません。今ちょっとお一人いらっしゃいましたので、高久さんですね。高木さん。一回ギャラリーに戻します。こんにちは。どうも、遅いじゃないですか。遅くなりました。はい。ままたう終わるな、よ。並びます。もう終わりですか。いえいえ、大丈夫であすとよ。10分くらいで。まずは高く、あ、そっか。いろんな話が、ウクライナ情勢中心に進んでますけど、高くさん、活動報告できますか？今までミーティングしてました。あ、そうなんだ。地元で支援してくれる方が見つかっああ、よて、かったじゃん。ああ、よかったですね。8時から今まで2時間、ああ。ちょっと、まあ、戦略会議というか、ちょっとああ、戦そう術でですすか。か。そうなんだ。それで今帰ってきたの。お疲れ様です。いえいえいえ。まあまあ、守備は上々な感じで、ポスティングに励んでおります。ああ、そうですか。なんかまあ、ウクライナ難民の受け入れなんかをさ、国東市に提案すればいいじゃない。まあまあね、それは私が 当選してからというか まずは通らないとというか、通れればね、いいですけど。別府市なんかはなんか表明してんだよね。まあ、長野さんは言いそうな気がするよね。あ、市長さん？
長野さんって言うんですか。長野さんは目立ちたがり屋だから、うん、自民党、いや自民党系ですね。まあ多分国政行くと思いますよ、うん、長野さんは。あ、そうなの。うん、ちょっと保守的だから気をつけた方がいいです。あの龍馬の会っていう参政党系ですから。あ、参政党ですか。参政党系です。あの龍馬の会っていうのが参政党を立ち上げたあの、うん、神谷さんの、神谷さんっていう方が立ち上げたところなんで、うん、あ、そうなんだ、うん、坂本龍馬、坂本龍馬の龍、だから大体ね、坂本龍馬みたいなこと言ってる人っていうのは大体維新とか、大体維新だよね。うん、まあまあ、なんかあのね、もうウクライナの戦争も3週間になりましたけど、本当今日はね、あのキエフで3カ国の首相がで列車で入って会議があったみたいなのと、うん、ローマ法王に行けばいいんだよね。ローマ法王にキエフ市長の、 あの体の大きなあの方は世界チャンピオンかな。ヘビー級のボクシングのチャンピオンですよ。ヘビー級なんですか。だから大きいんだ。うん、2メートルぐらいある。すごい。いやなんか、キエフがウクライナの首都かどうかっていうのも、あ、ちょっと定かじゃなかった状態から、ここ2、3週間、一生懸命いろいろ、だいぶ知識は増えましたけど、まだ半端ですからね。まあ、なんか私はなんか、まあ、キエフのこともウクライナもそうなんですけど、年金減らして5000円渡すっていう、あれ怒る、もうそんちょっとふざけんなよって感じ。これだけバカにされて50万円じゃないかと思ってさ、はい、丸が2つ足んないんじゃないと思ったんだけど、5000円なの1回きりの5000円で。バカじゃないかと。いやいや、それで国民が怒り狂わないっていうのがあのすごいなっていうか、なんか思ってますよ私、うん、だって最低10万ですよ、もし一律給付金みたいに渡すんだったら、うん、ほとんど意味がないし、それにかかるそのなんていうんですか、要するにどっかの会社とか中間搾取で儲けるだけじゃないですか。うん、まあそうですね。まあ、まあ、なんかあの企業のベアも月に3000円しか上げないとか、もう物価上昇の方が高いんで、焼き石に水というか、もうこれからすごく上がりますからね。上がると思いますよ。めちゃくちゃ上がります。あ、猫だ。そうか、これし白。なんて名前ですか。白って言いますよ。白ちゃん。白。猫パンチなんてやりませんか。あ、やらないですね、白は。うん、あのそういうなんか結構ね、あの穏やかな猫なんですよ。穏やかそうだね。うん、で邪魔はしますけどね。基本邪魔しますが。かまってくれって。そう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 、そんなね、放送の方がすんなってね。うん、まあでもなんかあの なんとかな、もうこう思いま、政治をやってて思いますよ。なんか別に公約もなく政策もなく、あのただただ同級生だとか、あのそこに長く住んでるかとか、遅延欠延、はい、それだけで、まあ、あの決まっちゃうっていうね。親しみの感じ方がね、その遅延欠延、あの要するに同郷とかね、その親しみの感じ方がね、ちょっと周波数がね違うんですよ、うんうん、そこでこうもうそれ大丈夫みたいな、うん、なんかもう、もうなんかそれだ、なんか私もそれが日本全国そうだったら、なんか市とか町とかは議会とかやめた方がいいんじゃないかな、寄り合いでいいんじゃないのって、もうそのなんか民主主義とかそういう、なんか取ってつけたようなことじゃなくて。くじ引きの方がまだいいんじゃない、くじ引き。まあ、くじ引きはいいと思う、一番、私はくじ引きとか直接民主主義がいいと思うんですけど、うん、もうなんか実態は寄り合いだったら、もうなんか日本はそんななんか先進国とかなんか言わないで、もうあの寄り合いで決めてますと。そうそうそう、もう宣言しちゃった方がいいんじゃないですかっていう思いますよね。なんかあの近代的民主的な国家なんて言うのやめた方がいいと。そう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 、うん、愚民国家だと。まあ、愚民まではないけど、そのなんかもうその江戸時代ぐらいの庄屋さんとか
そのなんつうかな、その民主主義とかその政策を論議するとかじゃなくて、とにかくそこに長く住んでましたとか、あの誰々と知り合いですとかで政治が回るんだというんであれば、もう実態がそうであれば、うん、もうなんかいっそのこと寄り合い政治、そう、うん、あの自己主張の強い人がやはり少ないんですよね、うん、自己主張っていうのはつまり自分の我がある程度強くないとあまりアウトプットしませんからね、うん、まあ30年間これだけ惨めに地方が衰退しているのにもかかわらず、まあ、特に変えようとしないということであれば、まあ、これ仕方ないんじゃないかなと思います。これは若い人はシンガポールとかドバイとか行くわなという、いやだんだんだから日本人があのフィリピンの方みたいに出稼ぎ型のね、あの労働をするようになってきちゃうんですよ今後、うん、まあそうなるでしょうね。だってイノベーションが起きませんからね。だからあのぜひあの大分空港のある国東市は展開できるように、いやもうあの全力で頑張ってますよ、はい、あの今日も400件、あの国東の海岸はもうあのとても美しいので忘れないですよ、はい、あのだから自然だけ残って人がいなくなるって惨めじゃないですか福島原発みたいになっちゃうんで、で実際そうですからね、どこも だってどんどん人が減ってるわけですから、うん、そうすると誰も手入れしない家が残って、で誰もあの手をつけない道が舗装もされずになって、うん、っていうことになるだけじゃないですか。でその速度が福島原発とかの事故の場合はすぐにそうなっただけで、うん、10年20年かけてそうなってるっていうだけの違い でこれに対して大人たちが危機感を持たないってことは子どもたちに示しがつかないと、もうあの、うん、あのたとえ隣に人が倒れて亡くなっててもそばをすっとちらっと見て通り過ぎるっていうぐらいの感覚の方が多いですよ、うん、都会にいると特に、うん、いやだからそういう人が子供に対して道徳教育とかそれちゃんちゃらおかしくないですか、うんうん、だから今日あの、うん、山崎さんの方のお話でポーランド人と結婚した沖縄出身の日本人男性があの若い夫婦がですね2組ウクライナからの避難民をこう引き受けて少しお金を寄付を募ってなんとかやってるっていうお話がちょっとあったんですけど、うんうん、まあ海外にね出ていく日本人も多いですからね今ね。いやもう私なんかはそのもちろんそのウクライナの難民の方とかね、うん、を受け入れてやっていくってことももちろんめちゃめちゃ大事だと思うんですけど、あの今日私の放送でね今日7時からちょっと1時間やって、うん、その後ミーティングしてたんですけど、はい、日本自殺2万人2万1000人超えてるんですよ、はい、で実際、不明者っていうか自殺としてカウントされてない方を含めると10万人ぐらいいそうなんですね、1年で10万人の日本人が死んでて誰も手を差し伸べてないと。なのでまあ、あの命の電話とかはやってますけどね、うん、それから小泉時代の3万人よりは少し減ったんですよ。いやいやでも2万人死んでますから。死んでます、はい、で、うん、私が知る限り国政政治とかであまりこういうことは言わない。少子化問題とはみんな言うけど自殺問題のことを討議してるのってあまり見ない。これなぜそうなのかなと、うん、うん、日本人が死んでるわけで自分で、うん、でなぜそういう社会であるのかなと、うんうん、なんかちょっとそこは私はあのそういう支援しないのかなって、そのまあ大体健康上の理由が一番9000人でその女性の自殺が増えてるんですよね。増えてますね、うん、増えてますね、まあ、男性はやっぱり結局2倍いるんですけど、あのでも女性のもだんだん増えてきていて、でしかも40代とか30代とかいう若い、うん、女の人も亡くなっていると。でこれには大問題なわけですよ本来。だって日本人が死んでるんですから。だから
自殺の場合はね、個別的な要素が結構大きいから、なかなかそこから話が大きくはならないのかもしれないですね。いや、でも国によって違いますからね。あくまでも日本はずっと高止まりしてるというね、状態ですから。で、これって、じゃあ死にたくて死んでる方って本当にそういう方もいますよ、一定数。でも健康上の理由っていうのは大体は痛みが痛いとか、お金がないとか、ね、するし、最近の若い女の人の亡くなってるなんかは大体が金銭的な理由。あとは、いわれのない誹謗中傷だったりとか、そういったことは社会的問題なんですよ。で、これは政治の話なんですね、本来は。そうです。にもかかわらず、ほとんど議論されないと。で、なぜかというと、マスコミがまず取り上げない。そして YouTube もこういったことはやらない。自殺っていうとお金稼げないから、YouTube は。だから上げない。で、政治家も、これはリスキーな話だから触れない。野党も与党も。なので、あえタてブーにな今ってるんですね。日、そうです。自殺の話をすると、今のお話みたいに個別の問題だから、とか言うんですよ。個別の問題っておっしゃるんだったら、すべての問題が個別じゃないですかと。貧困の問題にしても、少子化の問題にしても。でも、これ、日本人がどんどん減ってる上に、自殺で人が自分から自ら10万人ですよ。10万人の方が毎月毎月死んでて、子供は80万人しか生まれてこないんだから、8人に1人が死んでるということと一緒なんですそうよ。です。これ、とんでもない事態じゃないですかということに対して、なんで言わないんですかって、政治は。ちなみに国先調べてみたら、年間で5人でした、大体。で、このバックボーンはですね、田舎では、自殺というと角が立つから、お医者さんにお願いして病死にしてもらうそうです。だから実態は多分10倍ぐらいいると。そう。2万6000人の町で50人の方が自殺してるとしたら、これ大問題ですよ。っていうようなことをちょっと、そうですね。こういうのってどういうことをね、要するに本人が絶対死にたいって言ったら止められませんよ、そりゃね。だって死にたくない、でも死ぬしかないっていう方をどう救うのかっていうところを、まずね、そこを、いうことを政治ができないとしたら、仮にね、意味ないなと。政治をやってる意味がないな。死にたくないけど死ぬしかないっていうよりも死にたいの方に流れてってうまく止めないと死んでしまうっていう感じに受け取ってますけどね。死にたくなりたくっていうのは、やっぱりその本人がというよりか、どっちかというと環境がっていう部分もあるわけですよね。まあ、私は身近な例ではやはり戦争で家族全部亡くしちゃって最後に叔父が自分は戦災孤児だって言い出して墓参り一緒に行ってたのが行かなくなっちゃった時に危ないなと思ってやっぱり自分で行っちゃいましたからね。そのせいだけじゃないとは原因は他にもね仕事上のこともあったみたいだけど。まあ、だからなんか、100%は止められないと思うんですよ、交通事故みたいな感じで。ただ、自殺とかが普通に2万人、3万人、毎年毎年毎年やってるのに、何もほぼほぼ手を打てない、で、命の電話に関してもすべてボランティアで、人が足りない、電話がつながらない。もう政治そのものが小泉が言ってたけど、6000万人になっていいんだみたいな、そういう、こう感覚があるでしょ。最初から人間を一人ずつ救っていこうなんていう意識があんまりないと思うんですよね。まあ、それはほら、小泉そう進で次し郎とょ。か純一郎とか、あそこら辺が言うのは分かるんですよ。ね。そういうやつらそうなんしで。なくても少子化で6000万が4500万になるんですよ。5、60年後には。ただ、今そこに死にたいとか死ぬっていう人を救わないっていうのは、ちょっとおかしいなっていうふうに思いますね。まあ、うまく、命の電話とかつないでいけば、そこで一回こう、踏みとどまると、そのまた同じことやる人もいるんですけど、たくさんいるけども、一回きちっと踏みとどまることができると、
次が見えてきますから、うん、その踏みとどまらせ方の時にどれだけ深く親なり周りがね関わってあげられるかっていうのはその差になっちゃうんですね、うん、一人親家庭でやっぱり娘の友達親友で一人死んじゃいましたけど、お父さんとこ行っちゃったんですよ彼女は、うん、でちょっとやっぱり母親一人じゃ止めきれなかったですからね。やっぱ家族とか友達とかそこら辺で聞くケールっていうのはやっぱ限界がありますよね本当に、うんうん、やっぱり専門的なある程度職業集団必要だと思いますよ。そうですね、カウンセラーとかめちゃめちゃ低い少ないし、そもそも精神科医とか少なすぎますね。いや精神科医に行くとだいたい薬飲まされちゃって、うん、薬の量が増えてきてその薬やめると自殺企図があるんですよ、うん、いやいやそれは日本だけじゃないですか。精神科医が薬をいっぱい飲ませるっていうのはそれは世界的な標準ではなく、日本では主に薬使用をやるというだけで、でカウンセリングとかそういうのって時間かかるので一人当たりね、だからどうしても楽な方にというか薬で言ってるのかなってちょっと私は思います。まあ楽な方にっていうか医者でカウンセリングできる医者は少ないですからね、うん、いやだからカウンセリングできる人をたくさん増やすっていうのがいいんじゃないかなと、うんうん、はい、結局あれじゃない、うんうん、憲法第25条の、うん、最低の分、うん、健康で文化的な、健康で文化的な最低限の生活を保障すると、うん、これは政府の義務だというふうに書いてあるのを、うん、ただ憲法上の条文に書いてあるだけじゃなくて、実際にベーシックインカムとかね、生活保護とか、その憲法の理念を具体化するために、ベーシックインカム制度があるんですよと、生活、うん、保障制度があるんですよと、おいうことが実行できてる政府であればですね、かなり自殺率っていうのは減るよね。減ると思いますよ。少なくとも経済的理由っていうのは減りますよね。よ経済的理由で追い詰められたときに、とりあえず生活資金で30万、50万、住まいは今まで空いてる空き家で何人かでシェアハウス的なところに、とりあえずいいところがあるからそこにちょっとしばらく生活したらと。もう根本的なそこの。今の生活保護の制度っていうのは、憲法第25条を具体化した制度なんだっていう位置づけがないじゃないですか。生活保護法というさ、一つの個別の法律で憲法との関係が一切書かれてないわけよ。だからそれが、国民一人一人の健康で最低限の生活を保障するための一つの制度ですよと。これは国民の権利ですよという位置づけがないから、行政の窓口で、嫌がられて、すべての財産を処分してから申請しないよというふうになっちゃうわけでしょ。あと個人じゃなくてなぜか家族呼びますよね。あれは個人一人一人に対する。それは民法の規定が一応、そうだよね、家族になっちゃうんだよね。三親等までは扶養義務が今の民法の規定だとあるからだと。いや、その上に憲法がありますから、扶養義務というのは。個人一人一人って言ってんだよ。そうです。家族のこと言ってないんだよ。だからそれは後から後付けて誰かがつけたわけで、それは政治家が、そんなの関係ないでしょと、うん、扶養義務とかなんて。扶養義務なんてあったらそもそも生活保護に来ないじゃないかと。うん、家族の形はいろいろなんだから。だから全部、一応了解は取りますけど、全部こう関係のところに、あなたは扶養できませんかっていうのは、お伺いが行くわけですよ。うん、だからそれ必要ないんですよ。そんなの必要ないじゃないですか。ないってことを政治家は言ってそうさせないといけないんですよ、うんうん、だからそれがあるから嫌だから、そういう家族に言われるのが、それで申請に行けない人は多いって言って人を殺してるわけじゃないですか、うん、いやだから、うん、まあ、繰り返して言いますけど、憲法の理念を具体的に実現するための国民の権利としての生活保護制度があるんだっていうことが知らないんだよみんな。
そのように。いや、さ、その前にさっき言った生活保護法があるんだとかいうの役人が言うから、うん、あ、そうなんですかってなってる。あんたは憲法第25条読んだことあんのと。窓口の生活保護を受ける、申請を受ける窓口の職員が、まず日本国憲法を理解しないとダメだよね。そうですね。だから もっと言うと、それやっぱ国会議員がその文化的で健康的なという基準は何なんだってちゃんと議論してくれよと。文化的と、だからただただ生きてるのは文化的って言わないわけですよね。そう。ってことは、今の生活基準でですよ。今の我々の生活っていくらぐらいあれば。そう。だから今、一人、はい、ね、国民が文化的で、衛生、あ、健康的で文化的な生活は、あの現時点で一月20万円というふうに政府が決めればいいんですよ。そうです、そうです。基準値を決めて、ね、それがないから。そう。だから一応生活保護にそのお金っていうのがあるというですけど、年金の方が国民年金の場合はさらに少ないんですよ。だから国民年金は最低生活保護法で最低限度のって、その地域地域の生活事情によって東京の場合とその地方の場合と少し差が出てくるんですけどね、それの計算の仕方のラインに少なくとも年金は合わせなきゃいけないです。そうですね。いや、その通りです。国民年金の。それからあとはその北九州でタクシーの運転手やってた人が一回申請して、一旦断って、それでその後おにぎり食べたいって言って餓死したんですよね。うん、その申請断られて二度の申請しなくて。だからそういう北九州市では弁護士がついてって録音して申請の窓口に行くような時代があって、シールズで活躍してた男性の何を言いたいわけよ、おつさん。え、話がとにかく入り口でね、何を言いたいかが分かんない。入り口でね、とにかくシャットアウトするような働き方してるんですよ。いや、それは政治が悪いんですよ。だからそういう公務員がシャットアウトする権限ないじゃないですか。何にもないんだよ。ないのにそれを許しちゃう。それを実際にやってるっていう現実が。いや、そう、そうです。だからそれはもう政治家のよ、全て政治の責任です。その市であれば、その市議会議員なり、県会議員なり、それが動くべきなんですよ。じゃないと、その市民守れないじゃないですか。だからおかしいですよね、そういうのは。で、それが2万6000人もいるのに、国会、市議会議員とか、町会議員とか、何をやってるんだって話ですね。やっぱり、私はすごく思うのは、その自殺したり餓死したりとかっていうのが我が国にあるわけです。ウクライナ大変な状態なんですが、我が国でも2万人死んでるわけですよ、これ戦争してないのに、うん、でそれに対してなぜ政治をやる人間が危機感を持たず、なんかだらだらと5000円配るとか意味のわからんことをね、わけのわからないこと言ってる。もうあれは最低5000円なんて自民党政権を打倒しないとダメなのよ、すべてのことが。そうです、そうです。すべてがそこにつながってんだよ。そうですね。だからやっぱり野党はね、そういうことを言った方がいいですよ、そういうの。言ったらみんなそうだってなりますよ、だって生きていけないんだから。野党だって同じようなもんじゃないですか。そうです。だから私たちがやるしかないってからって、しこしこやってるわけですよ。そうですよ。高田さんが登場する。じゃあ今日のまとめを。山崎さん、お願いします。まとめはだいたいそれでいいんじゃないですか。すべての元凶は自民党の独裁政権だと。だプーチンのあのような独裁政権と変わらないんだよ、実際は。それがソフトになってて、そうそう、プーチンは荒々しいからさ、暴力的でわかるけど、日本の自民党の70年の独裁政治っていうのはソフトだからさ、そしてあたかも政権交代しているように自民党の内部の派閥の代表が首相に変わるっていうのがあたかも政権交代のように映るわけでしょ。もう危うく高市早苗になりそうだったもんね、危うく。そうだよ、もうあれですよ、65歳以上は5000円配るから黙っとけって言ってるんですよ、皆さん。こう怒り狂わない。やっぱり怒らないといけないですよね、65歳以上としては。5000円って、そんな1回
限りですよ。そんなの配るのにお金使わないでくれ。そんなのもう投げてやってくださいよ、もう丸めて。そんなくだらないね、政府の提案を何の批判もなくさ、垂れ流してるマスコミ。みんな骨抜きだってことですね。そうそうそう。とんでもないよね。そうそう。ちょっとでもその、怒る気持ちが湧いてきてるんだけど。今日のまとめは、すべての元凶は自民党独裁政権にあると。ロシアのプーチンの暴力的な独裁政治とは、本質は同じなんだけど、ソフトにマスコミが共犯としてその本質を暴かないから、国民はその本質を知らないで、選挙が終わるとこういう話がどんどん出てくるんだよね。そうそう。で、75歳以上の後期高齢者の、健康保険料が 10% を 20% にするということも、選挙の前には一切言わないんだけど、選挙で自民党が勝つと、そういうことをどん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 言ってきて、で、それをマスコミは無批判に垂れ流すと。それ、まあ、政権交代が必要だってことですよ。ということが結論ということで、今日のまとめ、はい、そのために高久さんが存在するといやいや、もうだから地域からやりますよ、もうね、そうそうそう、地方から地域から中央へと、そうそう、もう今起こんなくていつ起こんだって話ですよ、本当に。今やんなくていつで、今やる、今でしょうでしょ、本当。そう、今だけやがって、本当に。ねえ、これだから、あれ、僕、年金もらってる人に言いたいですよ。5000円なんかで黙っとけって言って、こんなに、この今起こらなくていつ起こるんだって、本当に。まったくって言って、ふざけんなってね、本当に。うん、それでは、今日はこれで。ふざけんなってのはまとめね。はい、じゃあふざけんなーって。ふざけんなーって言って、はい。じゃあまた来週。はい、また来週。お疲れ様。